バット、アルフトゥム、アルアインの高校遺跡群は、オマーンにあるユネスコの世界遺産登録物件の一つ。アフダル山に残るバットのネクロポリスと、その 2km 西に位置するアルフトゥムの塔、バットの南東 22km に位置するアルアインのネクロポリスなどが登録されている。バットの遺跡などが残るマガン地方は、紀元前3000年期には、 遠く離れたメソポタミアの地にまで銅を輸出していたとされる。当時のマガン地方の実態は未解明の部分が多く、1972年に発掘が始まったバットの遺跡の調査は、その解明に寄与するものと期待された。オマーンはバットの遺跡をバットのネクロポリスとして世界遺産に推薦したが、1987年の審議では、 アイコモスによって延期が勧告された。アイコモスは遺跡が持つ重要性を認めつつも近隣の重要な遺跡群が対象となっていないことなどを延期理由としていた。アイコモスは延期勧告の中でアルアインの遺跡を挙げ、その保存状態の良さを評価していた。1988年の世界遺産委員会ではバットにアルアイン、アルフトゥムの遺跡を加えて、 最新議が行われた結果、世界遺産登録が決定した。登録にあたっては、オマーンの類似した遺跡の中で、さらに世界的に見ても、同じ時期の墓地遺跡群としては、これらが非常に優れたものである点や、蜂の巣状の墓所などの多彩な墓地形態の遺跡群が、この地方での早々儀礼の変遷を考える上で、重要であることなどが評価された。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。